左四つだ、上手が先、沖の帯、肩すかし、白鵬の勝ち。攻められましたが白鵬、初日白星。口を尖らせました白鵬です。初日白星をつかみました。抱える中での初日だったと思いますが、振り返ります。ここ正面側で差し勝って上手を先に取っての沖の海の攻めだったんですが、チャンスはチャンスだったですね、どうですかね、白鵬を引いて、差しに行って右四つ、上手が早い、白鵬の勝ち。今回も退けました白鵬も連勝、豊山連敗です。面白かったですね、ですね、腕を畳んで伸ばそうという動きは見せたんですが、はい、もう伸ばす捕まってしまいましたから、できません、何もできませんでしたね。その余地を与えませんでした。右差しに対して左は固めて右は突き起こそうという動き、手をついて、差しに行く白鵬、右からをつけ強烈押し出し、圧倒しました。西の花道もだいぶ奥まで行きました。低く踏み込んで、そして挟みつけるようにして、もう身動きが遠藤の方は取れませんでした。もう残す土俵ありません。何もさせませんでした横綱白鵬が、これで3連勝です。これで3日間土俵を締めています。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して白鵬の勝ち。鏡山さん、はい、立ち合いの踏み込み、そして横綱の、したか、そうね、まあ、遠藤にしてみれば、まあ、回しには手はかかる。ついて踏み込んだ白鵬、高橋出る、突き落とし、白鵬の勝ち。隆の勝攻め込みましたが今日呼ばず、右を差しての一気の出足がありました。そうですね、まあ、立ち合いはね、隆の勝これやっぱり白鵬に飲まれましたね、はい、一瞬遅れて、しかしながら白鵬これ、左の上手取れなかったんですよね。そこを隆の勝がさーっとこう前に出ていったんですけどもね、はい、これ隆の勝としても勝機はねあったと思いますよ。これいやこの後の出足ですね、白鵬としてはこれ起き上がりましたからね。勝った白鵬はいい当たりだったと振り返っています。相手の当たりがですかね。そうですね、そうですか。いや舞の海さん、阿武咲が突っかけます。ここは手を出していった横綱、右のまわし、左上手、上手出し投げ、白鵬強い、白鵬5連勝今日は組まれました。阿武咲かなり早く引けたんでしょうか。そうですね、もうこれだけしっかり回し取られるとね、もう阿武咲は何もできませんね。そうでしたね、はい、もう引かせたらとか言ってましたけど、そんな甘いようなことでは全然なかったですね。今日は完璧でしたね。そうでしたね、はい、井筒さん、改めてお時間もあと1分ほどになってきましたけども、
突っ込んでいった白鵬、中に入って寄り切り、白鵬6連勝。頭でいってるんだね、半分ね。そうですね、今日は低くいきましたね。踏み込みがやはりすごい白鵬。別に、これほど厳しい立ち合いしなくてもね、はい、まあ、四つ相撲ですから相手は、うん、まあ、勝てる相手なんでしょうけどね、はい、やっぱり油断見せないね。まあ両関脇、白鵬も初日から6連勝、これで幕内6連勝は白鵬、朝乃山、張り差し、捕まえた、問題にしません、白鵬7連勝。今場所初めて張り差しを出しました。錣山さん、思いっきり霧馬山当たることが今日はできませんでした。全く立ち遅れてますね、うん、はい、そこで横綱の張り手が来たんで、はい、白鵬の張り手が来たんで、もう全くどうしようもなかったですね。いや、霧馬山考えすぎたんでしょうか。いやいや、もう白鵬の立ち合いが早かった。あ、そうですか。張っていきました、白鵬。白鵬がはたいた、はたき込み、白鵬中日勝ち越し、50回目。これで中日終わって横綱白鵬、新大関の朝乃山、2人が勝ちっぱなし。なかなか輝きはチャンスを作ることができませんでした。いや、いい立ち合いですね。しっかり踏み込んでですね、もう下半身が全く動いてませんね、横綱もですね。もうですから、もう後手後手のこう輝きはですね、もうやっぱりこう